民衆分類。民衆分類とは、インターネットのウェブサイト上の情報に、利用者自らが複数のタグ、名札を自由に付け加え、検索できるようにしていく分類の方法を言う。この語は、民衆を意味する英語と分類法を意味する英語のを合わせた造語である。サイトの管理者がコンテンツの分類を行い、利用者は関わることのできない従来のディレクトリ、カテゴリ分類やロボット検索とは対象をなす。分類の作業が万人に開かれ、終わりのないオープンなものであること、ユーザーの共同作業によるものであることが特徴である。また検索にあたっては、図書館情報学で使われるあらかじめ定められた統制語彙の代わりに、ユーザーが自由に作成したキーワードが用いられる。民衆分類によるタグ付けは、インターネット上の情報の集合体の中から、目指す情報や隣り合った情報を、より探しやすく、見つけやすく、たどり着きやすくするために考え出された方である。民衆分類がよく発達したサイトでは、ユーザーにわかりやすいよう、ユーザー自身が考えた言葉による分類がなされ、情報へのアクセスがしやすいものとなっている。しばしば挙げられる例には、写真共有サイトのフリッカー、ソーシャルブックマークのdeliciousやハテナブックマーク、動画共有サイトのニコニコ動画、画像投稿コミュニティサイトのpixivなどがある。民衆分類はインターネットが媒介となる社会、環境下で発達したものであるため、ユーザーは普通、リンクをたどってタグをつけた人物を確認することやその人物がつけた他のタグを確認することが可能である。こうしてユーザーは自分の考えや感覚に合うような投稿物、コンテンツの読み方、分類、タグ付けをする人物を気にするようになり、その結果あるコンテンツに関係する別のコンテンツを見つける能力は急速に向上する。民衆分類の魅力の一つは、その固有の破壊力である。民衆分類はウェブサイトがトップダウン式に提供する検索ツール、検索エンジンなどの巨大な能力に移行して、検索エンジンが一方的に重要とみなした。検索結果を表示するような現状を拒否する動きである。また、ユーザーたちによる自発的なコミュニティに利益をもたらすよう、コミュニティ内で開発されたボトムアップ的な分類、検索ツールを支持する動きと言える。民衆分類によって付けられた情報や検索ツールは、Web の基礎部分にあるプロトコルの一部ではない。民衆分類は、Web コミュニティの中でタグの登録や、使用のための技術が提供されることによって勃興した。こうしてコミュニティは、ユーザーたちに対して、写真、映像など、ユーザー自身の作り出したコンテンツを共有し、文、タグ付けすることを可能にするため作られたものである。また、ウェブサイト、ニュース、本、ブログ記事、論文など、すでに存在するコンテンツを共同で分類するために、作られたもである。民衆分類という用語は、情報アーキテクトのが、すでに形を成しつつあったユーザーによる分類システムを表現するため造語したものである。例えば、WWW コンソーシアム、W3C が2002年にユーザー作成式分類タグを用いて実験していたアンノテアプロジェクト、ユーザーが掲示板のないウェブ記事に自由に注釈をつけられる、うにすることを目的としていたなどを指している。バンダーワルによれば、民衆分類とは、役立つタグ付けである。民衆分類という用語は、インターネットコミュニティの中で生まれた、タグ付けシステムを特に指して使われている。これは、フォーク、大衆と、タクソノミー、分類学、分類法を混成させたカバン語である。タクソノミーは、分類を意味するギリシャ語の、タクシスと、管理、取り扱いを意味するギリシャ語の、ノモスからなる派のため、文字通りには、人々による分類方法の管理となる。民衆分類という用語は、フォークタクソノミー、民族分類学とは別種のものである。民族分類学とは、人々が古来から植物や動物など、周囲の万物を分類し意味付けようとして、各民族、地方の文化から生み出し、世代にわたって引き継いできた、比較的固定された、分類体系、民族分類を研究する学問のことである。情報検索や図書館情報学の専門家が意味を明確にしながら構築した統制語彙による分類法と違い、民衆分類は体系的ではなく、情報科学者の目から見れば洗練されていない分類法である。しかし、インターネットのユーザーにとっては、複雑な階層的に組織された命名法を習わずに済むため、コンテンツの分類のコストが極めて低くなる。ユーザーはその場でタグを作りコンテンツにつければいいだけである。さらに、民衆分類は、生来的に、際限がなく終わりのないオープンエンドな過程であり、ユーザーのコンテンツの分類方法が変わったり、進化したりするたびに即座に反応できる。オープンソースによるソフトウェア開発や、Wikipediaのような Wiki システムなど、共有罪に基づく共同制作、ピアプロダクション、コモンズ、ベースとピアプロダクションシステム同様、タグ作りやタグ付けに貢献する、個人の能力に差があるとしても、こうした制作過程は結果として、専門家によりデザインされた最高のシステムにも匹敵する成果を生むことができる。民衆分類の最も偉大な便益は、情報検索の際のセンスなど、その検索能力にあるだろう。これは、タグがインターネット上の資料の大体の内容を記述する能力による。つまるところ、民衆分類は、タグ付けの対象となるコンテンツ、写真や、ブログやニュースなどを見たり反応したりするのに長い時間を費やして知り尽くしているような人たちが割くているから分類能力も洗練されたものとなるのである。民衆分類でできるカテゴリーは常識的な人たちから見れば救いがたいほど得意で変わっているとびっくりされるかもしれない。例、これはひどい。後で読む、萌え、ひもて、作者は病気シリーズなどがそこに民衆分類の価値もある。民衆分類の分類用語やカテゴリーは、コンテンツと、それにタグをつけた人との個人的なつながり、雑感、思い入れ、価値判断から生まれたもので、タグ付け作業も不完全で仮につけただけという性格を持つこともあるが、結果としてできるカテゴリーは、個人的なもので、かつコミュニティが判断して、おかしくないかという社会性も持ち、ある種システマチックなものになる。それゆえ、民衆分類はそれを分類した人の考えなど、様々なレベルの情報を含む、タグ付けした人とそれを読んだ人々との人同士のつながりが発生し、投稿者や閲覧者同士のコミュニケーションの手段にもなる。もしある人が誰かの分類手法に共感すれば、それが他人から見て、どのように奇妙なものであれ、その人がタグ付けした他のコンテンツも見ようという気持ちにだんだんとなるだろう。批評家の中には、専門的な情報分類システムなら、検索される言葉に含まれる、多義性、一つの単語に複数の意味が含まれる、同義語、テレビとテレビジョンなど、言語によっては単数型と複数形の違いなどは排除されるようになっているが、民衆分類は、この点に関して欠点があるという指摘がある。少なくとも、もしタグの入力フォームの背後に、分類や、整理のためのエンジンがあれば、単数複数や同義語など、単語の語形変化やばらつきが避けられるはずである。加えて、民衆分類には、思い違いや故意から、無意味でおかしなタグ付けが行われることがあり、メタノイズと呼ばれる、ユーザーの厄介となりシステムの情報検索能力や、使いやすさ低下につながることがある。トップダウン式の分類方式を支持する人々には、分類学の専門家が構築した合意済みのタグを中心に使用することによって、コンテンツの分類や検索がより公的になると主張する者もいる。民衆分類の欠点をカバーするには、統制合意と民衆分類、分類学者とインターネットユーザーとの共同作業が必要となるであろう。民衆分類は、すべてのウェブページにその内容や意味を記述するメタデータ、索引語を付与させ、コンピュータによる情報収集、分析に役立てようというセマンティックウェブ構築のための鍵となり得る。こうしたメタデータはサーチエンジンの検索結果の精度、本当に関係あるコンテンツの割合を高めるはずである。しかし、多数かつ多様な人々からなるウェブページ作者たちが自分たちのページに守備一貫した信頼できる方法でメタデータを埋め込んでほしいという訴えにどれだけ耳を貸すか極めて疑わしい。メタデータ埋め込みに賛同するウェブページ作者たちもメタデータは習得と埋め込む手間に長い時間がかかるため、その時間コストや入力コストの大きさに音を上げ、可能性がある。このため、ダブリンコアメタデータ標準を使えば、扱いが簡易な上にサーチエンジンの検索結果でも、自分たちのページが上位に来るという素晴らしい成果が上がるにも変わらず、これを使っているウェブページ管理者はごくわずかである。より公式的で、統制合意を使用したトップダウン式分類に比べ、民衆分類は、作業が分散された、入力コストが低い分類方法である。もし民衆分類が Web プロトコルに埋め込まれれば、セマンティック Web はより早く構築されるだろうという見方もある。民衆分類はユーザー自身による分類システムで、それゆえ実装にかかるコストは高くないため、民衆分類支持者は、これが伝統的で制度化された分類法や統制語彙に代わる、便利でローコストのコンテンツ分類法になると信じている。彼らは従業員による社内文書や事業などに対する民衆分類を新興の事業用分類法と見ている。中には職場の民主主義的運営を実現でき、業務管理を実務に関わる社員の間に分散させる有用な手法であると信じている者もいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。